平川林木さん、当時18歳。爆心地から 0.9km の加古町で被爆しました。当時広島県庁にあった警察練習所の練習生だった平川さんは講義を受けている最中に被爆しました。友人と二人で家の焼けていない鯉を目指し逃げました。まあ8時15分が13分ぐらいでしたね。岩井という経済警察担当の警部補が入ってきましてね、そして教壇に上がって、それで今日は諸君が第一線に出て一番大切な仕事について公表するという、それがまあ食料管理法だったんですが、後ろ向きになってこうチョークでですね、食料管理法と書いて、そのそう言ってまあ法令集へ目を通したわけです。黒板に書いてから前向きになってですね、そうして法令集へ目を通してこう読んでる、その刹那だったですね、こうジーンという音と一緒にちょうど電気溶接の光線みたいなんですね、光が、それからジャーッともう前列の同僚たちの背後をこう差し付けていたわけですけども、まあその本当にこう不意の衝撃波だったもんですから、もうどうその間声が出ないんです。誰もが声を出さないで、岩井警部補がこう左下へこう降りてくる、我々が右上こう跳ね上がっていく、ちょうど周り舞台が一回転するような状態だった。そうして一回転したところでガタガタともう天井が落ちてくるわけですね。まあ、私ども2階にいたんですけど、56名の要するにクラスだったんですが、そこでまあぺっしゃんこになって、それでも音が止むまでですね、音が止んでからも静かなわけです。潰されて建物に押し潰されて、そしてまあ最後には静かになりますわな。その時です、もう真っ暗なんです。土塀なんかが砕けてね、その煙幕を張っちゃって真っ暗でほとんど一寸先も見えないってことはこのことだろうと思うんですが、まあそうしてこれはみんな死んじゃったんかなと思いますね。もう声がしないんだから。だから私も「ああ助けてくれ」ってもうこう一心の声で叫んだんですがね、そうするともう前後左右からこうもうすごいんですよ、その声が、大きい声小さい声ね、もうさまざまな声がこう悶絶するような声を出す人もありますしね。もうでもしばらくしてからそれがまた声がしなくなるんですよ。また元へも帰っちゃうわけですね。その時にはみんな悟るんですね。要するに誰も助けに来てはくれないという、考えてみると助けに来てくれる立場の人はないわけですよね。まあこれは後から分かることですけど、そこだけを直撃されたんで市内全域をこうやられてるわけでしょう。これは自分の力でだけでしかもう逃げ出すことはできないということをみんな悟るわけでしょうね。そして私もまあこれは幸い怪我してないなと、どこも痛くないんです。まあ後からこう言いたいところがあったんですけどね、まあ痛みがわからないんですね。そこから50メートルもこの川ですね、この川べりに寄って行ったんですが、そこに一人の女の子がいるんですね。それでその女の子が お兄ちゃんこの下に お母ちゃんがいるから助けてちょうだいって言うんですね。いや見ると確かに潰れた建物の 下から女のうめきが聞こえるわけです。ところがねもう端の方は火が燃えてるんですよ。だもんだからその
どうしようもね、5人や10人のこうしかも健康な人がいて起こしても、それはとてもじゃない、あのわずかな時間にね取り除ける作業じゃないですね。その時に私、うん、よし待っとれよと、こうつまり騙す言葉ですよね。騙す言葉でそのあれを納得させようとして、しかしね、あのわずか4歳の女の子が18歳の私の目を見てですね、この人が再びあの後帰りをして母を助けてくれるかどうかっていう、分かるんですね。私の目を見ただけで分かるんですね。そういうことで、まああの、うん、よし待ってるよって言ったんだけども、その顔、私言葉を返した瞬間、わーっと泣き叫んでしまうんですね。私はまあ姿と一緒にですね、こうあの後ろを見ないようにして逃げていったんですが、その時わずか4歳の子供を騙したってことがで、今でもなんかこうその心の傷になってですね、これはまあ終生忘れることはできないと思うんですが、まあそういうことで姿と2人でやっとこの川沿いにですね、この川沿いにずっと吉島、当時の彦島、吉島飛行場まで逃げていったんですが、まあそこで姿が水を飲もうと、水を飲もうというのももう水位がはるかに下がってる、下がってそうして多くの死体が流れてるわけですね、この 川へは。もう本当数あの多くの人海と一緒にね、水面の川底が見えないんです、あのその中に死体が何百って流れてますんでね。だとにかくあの水を飲もうって崩れかけた建物の横行って、カランを開いてもカランはあっても開けて水が出ないわけですね。もう根元をやられちゃってるから、そういうことで下へ防風呂の開いたあのもう防火用層がありましたけれどもね、その水しかないわけですが、姿がですね、あのなんか気が狂ったようになって、さっきのあの防風呂の開いた防火用水系行って、その顔をつけてがむしゃらに飲み出したわけですね。がむしゃらに飲んでふさーって顔を上げたら、顔いっぱい防風呂がついてるんですが、そのまま次の呼吸で吐いちゃうからいいようなもんですけど、その吐いたのを見て、私は飲まなかったんだけど、朝の食事こう姿になんかもらい泣きしたようになりましてね、そして一緒に吐き出しちゃったんですが、そしてあの二人ともですね、もう吐き出したことによってもう疲労がもう限界来ちゃったわけですね。そのままそこで失神してしまったんですが、起きた時にもう雨が降ってるわけですね。大粒の雨でした。しかもあのなんか色のついたようなあのまあ井草さんのおかきになったあの黒い雨っていうのがそれだろうと思うんですが、当時あの時間帯からしてもですね、それが伺えるんですけど、もうすごいあの量の水だったもんですから、あの大粒の雨だったもんですから、雨どいの壊れてるところや瓦の筋を通してもうあのこう一本の筋状になって落ちてきますね。その水をまあ姿と二人で手を受けてもうたくさん飲みましたですね。まあそういうことで、あれからですね、46年まあ今日まで生き続けたわけですが、まあ現在ではその成人した3人の子供にそれぞれ孫ができまして、まあ、3人の子供を7人の孫にまあ囲まれて、どうにかこうして生き延びてるわけです。まあこういうことはですね、二度とあってはならないし、まあその戦争を知らない人たちにですね、非常にこれはあのしゃべりにくい、私は家族の者にもあの被爆体験を話したことはないんですけども、まあどうかあの戦争を知らない人たちにね、こうしたあの体験と事実というものだけはどうにか伝えていきたいと、まあそういうことで日々まああの修学旅行の皆さんやですね、いろいろなサークルの方にあの前でおしゃべりするようになりましたんですが。